さあ、キャンキャンチャンネルダミーヘッドマイクチャレンジ、飼い主とペット編です。はい、視聴者の皆さんにあなたと一緒に暮らしているペットの森川さん、キャンさんに言ってほしいセリフを募集しました。動物の役経験あります？あります、あります。あるんですか？まあ、リアルに動物なんだけれども、はい、血が動いて喋るみたいな。あ、びっくり。いや、なんか普通ワンワンとか言ってるのをやってんのかとか、森川さんなんて使い方してんだと思っちゃって今。やってみますか？やってみますか？はい。ご主人様、俺のケツを拭いてくれわん。ありがとう。いや、ああ、会いたくないかもしれない。圧が強すぎる。本当ですか？なんかね、びちょびちょになりそう。疲れてんのか？いいから、もう触れ。慣れてらっしゃいますよね、はいはい、程よいピチャピチャ感が、うん、俺みたいにキモくない。いや、そんなことはない。近いのかもしれない ね。もう熟知されてるから程よい。一緒に寝たことありますからね。一緒に寝たことありますか？あの、添い寝するシーンがあって、ダミヘが床に横になってるんですよ。普通に寝るっていうのも面白そうです ね。そのまま永遠に寝息が聞こえる。あ、それもいいかもしれない。朝まで。おかえり。ねえ、どこのお吸い物の匂い？おお。ちょっとメンヘラ風な犬感がめちゃめちゃ出てました。なのかよ。なんだよ、別に尻尾振ってねえし。ありがとう。合ってたから。合ってる。こう尻尾が触れてる音が入ると、ね、あー何か道具があればよかったね。これどうですか？これどうですか？そうあ、触れてる音。こういうやっぱイマジネーションですよ。されてなかった。イマジネーション。ねえ、今日もお疲れかい？だったら僕が癒してあげるよ。ほら、今日もモフモフしていいよ。はい、素晴らしい。全然違うキャラ出てきた。ディズニーアニメに出てきましたよ。完全に。よかった。はい、あ。めちゃめちゃジャンプしてたね。引き出しがすごいな、マジで。ご主人様、ごめんなさい。もう向かいの家でうんこしませんから。ディズニーっぽい。いや、本当ですか？本当ですか？まあ、なんかこれ犬ってなると途端に難しくなってくると。え、本当ですか？こういう引き出しをね、どんどんね、うん、養っていかないといけないですね。全部当てていこう。家の近所の犬とかにも。うーっつって。うん、それはいい。クラウドとセフィロスみたいな。終止符を打つのは私だ。力を解き放とう。グランドメテオ。